はい、帰ってきました。買いましたよ。買いましたよ。トロピカルフィッシュ様さんでね、何でしょう。さあ、アロワナ、赤いアロワナではありません。はい、ね、ちょっと安く特化品ですけどね、 こんなもんですかね。はい、安かったです。値段は言わないです。はい、ちょっとこれ入門編としてね、買ってきました。1万円とかそういう2万円とかの金魚じゃないです。はい、もっと安いです。綺麗でしょ、ね。はい、2万5000円とか3万円ぐらいの金魚をね、いずれ買おうと思いますけど、はい、それまでの入門編で部屋の水槽に入れます。すごいですね、金魚堂に入ります。金魚堂に入門。紙コップよりちょっと大きいぐらいね。紙コップぐらい大きいぐらいです。ちょっと狭いかな。事務所のね、うちの空手道場の事務所の自分の部屋に寂しいんでね、金魚持ってきたけど、密集密閉密接なんでしょ。ソーシャルディスタンス、ちょっとの前だ間辛抱してもらおうか。もうちょっとだけ大きいキューブ水槽かなんか買いますわ。でかいのあんねんけどね、これはちょっとでかすぎるんですよね。60センチのやつはちょうどね、このぐらいの20センチ25センチぐらいの幅でちょっと縦長のやつをね、ちょっと探します。ちょっと狭いな。ライトもね、まだ買ってないんですよ。
ライトはね、これ車用じゃパソコン用のね、パソコン用の USB のやつ、これこれこれね、これですこんな感じでこんな感じでね、こんな感じ、ちょっと暗くならんとわからんけど、パソコン用のライトです、これパソコンのあのキーボードを照らすやつちょっとね、あれが欲しいですね、 LED がね。はい、そんなんで今日は赤いやつを買いました。